はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。はい、美容師の都市伝説編をお送りさせていただきたいと思います。今回はなんか左だけ髪いつも長くなんだよなみたいな、なんかいつも左だけ長くなってこっちだけ跳ねるんだよなとかですね、そのような闇をちょっと暴いていきたいと思います。まあ、今回話す内容っていうのはね、皆さんが通われている美容師さん全く関係ありません。全くの嘘の内容になりますから皆さん信用しないでください。ですね、もともとまあヘアカットって、まあ、昔はね横面とかでカットしてたんですけど、途中ね縦面とかバイアスが出てきて、バイアスってこう斜めに切ったりとか、縦面は縦ですね、こういうふうに縦で引き出すカット、はい。で、横面だとラインが出るとかね、そういうのがあってこう縦になってきたりとか、縦の重ねが必要なんじゃないかということで縦面のカットが出てきたりとかしてですね、で、すごい上手な美容師さんは置いといて、一般的な感じですね。で、この縦面ってどうしても、右利き左利きによってどうしてもその角度によってですよ、体の構造上どっちかが、まあ、例えば右利きの場合は左側が長くなったりするわけですよ。こっち側がね長くなるんですね。まあ、体の構造上しょうがないというか、ただ引き出す角度とか徹底してる美容師さんとかすごく反復練習してる方はそうはならないんですよ。それってそのカットの切り方に重視しすぎてしまってて、まあ、とりあえず縦でねこうチョップカットしてつなげていくと、まあ、ちょっとこれ僕切ったウィッグじゃないんですけど、その時にこの引き出す角度がどうしても右利きの場合ってバックになりやすいんですよ。こっち側になりやすいんですね。この方が切りやすいからね、こうって切りづらいんですよ、体をすごく前に持っていかないと。なのでどうしてもこっちが長くなっちゃうんですね。結果としてこちら側が長くなりやすいですね、右利きの場合はね、はい。まあちゃんとね引き出す角度を気にしてる方はいいんですけど、僕意外とオンラインサロンで結構発信してるヘアカットの内容でも横面最強説があって、横面でカットラインって結構ラインが出るじゃないですか。だけどそこに1個加えることによってラインが出づらくしたりとか、そこでちょっとねカーブを入れることによって、コンベックスにこう、コンベックスっていうのは丸く切るとかですね、丸くつながることによって縦ライン、横面でもあまりラインが出づらかったりとかですね、まあ、頭の形にもよるんですけど、横面で切ると何が分かるかっていうと、サイの長さが結構バランスよく同じ長さになるわけですね。なんでそうなってるとどういうことが違うかっていうと長持ちするんですよ。どうしても縦面の概念しかない美容師さんって全部縦で切っていくんで、跳ねやすかったりとかするんですけど、角が残っちゃうんですよね。でその角で跳ねちゃうんですよ。まあ、ちょっと詳しくは今ちょっと説明しませんが、その角って縦面をやりすぎてしまってそういう感じなんですね。で縦面もしっかり考えて、頭の構造上本当の縦面って、このまままっすぐ縦面に切るっていうよりは頭の球状に合わせて縦面で持ってこないものなんですけど、どう考えても体の形状上難しいわけですよ。そうしていかないとこのまま、わかりますかね、ちょっと縦って言っても少し右利きの人はちょっとこっちに寝ちゃうんですよね、はい。で、この辺だと切りやすいんですけど、こっちに行くと結構きつくなってくるんですね。本当の縦面ってこの頭に対してこう均等にこういう風にね、内輪と外輪がありますから、これに合わせてこう切っていかないものなんですけど、どうしても体の形状の形でね、こういう風にこっちの角が残りやすいんですね。そこが跳ねちゃったりとか、収まりが悪かったりとかですね、重さが残っちゃってなんか左右バランスが崩れちゃったりとかってすることがあるんですね、はい。なので、左だけ長いとか右だけ跳ねるとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、つむじの、ね、形もありますから、そういうふうに切り方に重視してしまうとどうしても持ちが悪くなっちゃう。最初はいいんですけど伸びてきた時にすぐダメになっちゃったりとかありますね。まあ、レザーもそうですね。レザーもまあね、上手い方は別だとしてですよ、入れ方によっては右利きの人のレザーの入れ方、左利きのレザーの入れ方って全然仕上がりが変わったりとかしますよね。
はい、まあ、細かくね練習反復してる方はもうそういうところも踏まえてやってると思うんですけど、一般的な話をしてます。なんでそういうレザーカットとかもそういう差が出ちゃうのかなっていう感じがします。はい、まあ、僕なんかねあのダブルコームって、まあ、究極を言うんですけど、ダブルコームで切るときもあって、ダブルコームでカットするってあんまりいないと思うんですけど、最近はダブルコームでカットして、これで引き出してる角度を見たりとかね、こういうことです、ね、これでちょっと長さを見たりとかしてダブルコームでカットこうしていく、結構2個でこう切るときもあります。こういう風にして、まあいろいろこうちょっと今ねお見せできないですけど、あのダブルコームでカットしていくことによって左右の長さを均等に保ったりとか、あと丸さを作ったりとか、うん、そういうのを心がけたりとか、あとあのテンションかけすぎると髪の毛って、反発じゃないか、うん、とテンションかけすぎると根茎部になりやすいんです。根茎部ってこのえぐりですね、まあ、究極言いますよ、すごい0コンマ何ミリでこう0コンマ何ミリのカットラインっていうのが蓄積されると、やっぱりそういう仕上がりになって跳ねたりとかする、あの収まりが悪かったりとかするんで、あくまでも頭の丸さを意識してカットしていくにはやっぱりあのテンションあまりかけないで切る、あとはこのコーミングですね、コーミングが大切だって言われてるんですけど、全く僕はコーム大切だと思ってなくてでお客さんがこの毎日こうやってすっごいコームをこうやって入れてこうやってやる人は別です、ね、これも完全に美容師さんにブーってやられちゃうと思うんですけど、ね、そういう美容師さんに多分ね、あのお前何言ってんだこの野郎っていう方もうほとんどだと思うんですよ。お前何言ってんのみたいな感じ多分なるんですよ、まあ、バカじゃねえのみたいな。僕ねでもねコームって使うんですけど、コームってあるいらないと思ってる部分もあって、なぜかっていうとコームを使うことによってあのいらないテンションがかかっちゃったりするんですよね。それってお客さんが毎日こうやって毎朝コームをきっちりやってれば別ですけど、ある程度お客さんの癖を生かしていきたい、まあ、癖毛カットは、まあ、得意でやってるんですけど、癖を生かしていきたい、で癖を殺しちゃうとあの逆に反発しちゃうんですね。ということで、そういうコームもねあんまり使いすぎるとマイナスになるかなと。ただ美容師さんの、ヘアカットの教育において、ヘアカットにはコーミングが全てだみたいな、そういうのがあると思うんですけど、コームをすればするほどなんていうかな、これ多分ね、あのコームで切ってる人は多分わからないと思うんですよ。これお前何言ってんのバカじゃないのって多分なると思うんですけど、あのコームを使えば使うほどカットラインが硬くなって丸さが出なくなるんですよ。これ検証した人じゃないとわかんないですね。多分これは理解できる人は本当少ないと思います。オンラインサロンの人はわかると思うんですけど、あの例えば究極言うとコームって最後まで入れない方が良かったりとかね、はい、まあちょっとそういうことだったりとか、それなんでそうなのかっていうのはね、まあ理由がちゃんとあるんですけど、きっちりこうガチッとこうね、本当にガチャ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 シュッガチャ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 シュッガチャガチャガチャって切ってる方いるじゃないですか。かっこいいんですよね。多分ね、あの顔もイケメンで、スタイルも良くてね、僕みたいにちびデブでブサイクな美容師さんとまた別だと思うんですよね。でも見た目もかっこいいわけですよ。こうきっちりしてて、シャカ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 ってこういう風にね、身長も高くてね、まあそういうね、切り方とかも見ててこう、あ素晴らしいなっていうか、かっこいいなっていうね方もいらっしゃると思うんですけど、実際それって、美容師さん中心のヘアカット方法に、美容師さん中心のカットになってるかもしれないですね、実際のところ。うん、で特に縦スラってなんかね、こうちょっとかっこよく見えるんですよね。こうシュッとして、カシャ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 ってこうなんかこういう感じにしたりとかね、してこうやって切って、でもう滑らかにこうやっていくみたいな、もうかっこいいですけどね。正しいかどうかわからないけど、公文いらないとかね、縦スラ微妙とか言ってるんですけど、縦スラも必要ですよ、僕もね。縦スラもなんかダメと言ってきながら、縦スラもね、目安として使うときはあるんです、全然ね。使います。はい。この、ちょっと、点と点をつなぐときとか。そういうときは使うんですけど、基本的にあんまりがっちり縦スラでは、昔はね、3セクションとか、もう細かくね、セクション分けて切ってたんですね。もうトップでしょ？ここでしょ？ここでしょ？下、中間、トップ、またさらにトップとかでね、
めっちゃ細かく切ってたんですけど、ある時ね、なんだこれって思ってね、お客さんの求めてる長さ全く無視してんじゃんみたいな、長さっていうよりゴールっていうよりも切り方に重視しちゃってて、確かに切り方はきっちり切ってる感じがします。でお客さんも多分僕みたいなカットよりもそういう風に切られた方がちゃんと切られてるっていう気がすると思うんですよね。はい、お客さんも慣れてないからね、イレギュラーなカットとかに。なので、多分そういう、一般的なカットの方がお客さんもまあいいのかもしれないですけど、ただまあ仕上がり持ち、そこを考えるとちょっと違うのかなっていう風に僕は思っております。はい、今日ね、今日はまあそのようなカットの話になったんですが、まあ、今回僕が話した内容とは皆さん通われている美容師さんは全く関係ありませんし、この内容は、ね、全部嘘ですから、はい、こういう、まあ、勝手な僕の、ね言ってることなんで皆さん無視して、安心して美容室に通ってくださいということで、今回内容は信じるか信じないかはあなた次第です。はい、よければチャンネル登録お願いいたします。バッドボタンつけたい美容師さんたくさんいると思うんです、きっと。はい、つけてもいいですけど僕と YouTube で戦ってください。じゃあカットでお願いします。